定番的なんですけど、インパクトパック。これを叩くだけで、うまくなります。脳からの命令を変えるだけで、ゴルフスイングは導き出される。スイングかっこよくなりましたね。皆さん、こんばんは。さやぐさ心です。そして、森森ひろです。よろしくお願いします。森さん、はい、今日はこの子を使って、はい、やっていきたいと思うんですが、結構定番的なんですけど、インパクトパック。これを叩くだけで、はい、まあ、大体うまくなります。大体うまくなる。これを叩くっていうのは一番、結構練習器具の中では、まあ難点、一番優秀だと思うんですけど、難点は音がうるさい。そう、だから練習場とかで叩くとちょっと怒られる。そう、なるべく家で音がしないように。はい、そう、結構ね、この上に余計タオルとか巻くと、ちょっと消耗になりますけど。はい、そうです。まあでも、すごいいい練習器具で、コールちゃんも多分これ結構ずっと昔から、はい、もうこれ本当に初期かなり叩かせてもらったんですけど、うん、そうですね、これは目的としてはさっき、前回やったみたいに叩くっていう行為が、そのものがゴルフスイングになるので、まずこれでより自然な動きを身につけよう。はい、うん、ミッドアイの道、私当初これを叩けって言われると叩けたんですけど、合わせるスイングになったんですよね、うん、当初はね。そうです、初めは来た時は、ね、はい、動きで言ったら、例えば借りていいですか、はい、王者の場合は、王者だけじゃ、多分王者初め来た時もそうですけど、多くの例えばハンドワーストにならないとか、ためがない、アーリーリースになっちゃうよって悩みの人たちは、結構みんなちゃんとやってるわけですよ、ゴルフを。で、ボールにちゃんと当てたいんだけど、当て方のイメージが結局フェース面をこう合わせる動作になってます。叩く、トンカチを叩くとか、例えば前回やったみたいにトンカチを叩く行為っていうのはこういう風に使うじゃないですか、はい、コンコンコンですから。でもこれを手首を使わないとか固定しちゃったりして合わせてると、結局こういう合わせ方になっちゃいます。例えばここにポイントがあるとしますね、こういうポイント、はい、もう超一点にこれを、じゃあ適当なトップスイングから一発でここにドンピシャ1ミリも狂いもなく合わせたら1億円もらえるってやったら、どう、何をやりますか。この丸にぴったりです。丸にぴったり、ここにじゃあ 丸いマークをつけて、はい、この丸いマークとそこの丸いマークを一発目でビタッて合わせたら1億円もらえるっていう競技だったら何やります。そう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 、あった、1億円ってなるでしょ。そう、こういうふうにやるわけなんです。この行為が結構行われちゃってるわけです。それに対してこれしかないですよね。こんなんなくて、まあ、対象物が大きくて、じゃパンパン、はい、まず叩くっていう行為をしたら、叩く、そう、叩く、そう、こうなりますよね、うん。僕なんかよく言うんですけど、ゴルフスイングってのは作るものじゃなくて導き出すもの、自分の中に、うん、みんな大体備わってる動作ですね、ゴルフスイングっていうのは。そう、だからこうじゃん、これ構えたら、はい、パンパン叩いて、そう、バーン叩く、もっと強く叩く、そう、もっとって思ったら、そうそう、勝手に体使ってくるんですよね。体使おうと思ってないですか。使おうと思ってないそう、この道具でこの対象物大きいものをただぶっ叩くって思っただけでこうなってくるんです。で、僕がよくやるのが、お客さんとかにやるのが、じゃあこれがインパクトバッグが昔ゲームセンターにあったパンチングマシーンの数字が出るやつだと思ってください。バーンと、今ないですけど、軽く叩いたら100、じゃあ0から100点まで強さが出ます。そう、じゃあ10点。そう、10点。10点。そう、はい、50点。はい、80点。はい、30点。30点。そう、イメージです。はい、100点。そう、みたいに、これ映像で多分見てもらったら、みんな、今心ちゃんは数字で強さを加減しただけだけど、大きさも変わってくるし、体の運動量も変わってくるんですよね。大きい、100点って言った時の方が自然に体を使おうす。うん、自然に体の捻転、骨盤の旋回、全部、全身が連動してるわけです。うん、だから面白いのは、こういう風な、ただ叩くっていう行為が、結構自分のそれぞれのお客様というか、ゴルファーの動き、ゴルフの動きを導き出してくれるんです。これは、うん、強くゴルフすると本当に勝手に足とかが正しいスイングのように動いてくるんですか。動いてきます。はい、はい、ゴルフにやらせましょう。はい、それが一番これね、マジでやらないと本当体感できないんで、ね、もうちょっとゴーちゃんは結構動きが綺麗に見える。そうそう、私はなんか多分わざとやってるんじゃないかって結構ね、うん、ミッドアイの道
はい、じゃあ10点。そう、30点。そう、50点。そう、70点。そう、次僕どかしますから。はい、普通に叩きです。はい、70点。もう綺麗でしょ。綺麗なスイングでしょ。左足1本立った。立ってる、そうそう。これは、ウームゴルフ君は、体に命令かけてないじゃないですか。はい、このゴルフクラブでこれを叩こうって思ってるだけです。はい、それでこんな風に動きが変わるってことです。だからあんまり脳から体へばっかの命令じゃないってことですね。ですね。はい、じゃあ50点。そう、はい、50点。そう、綺麗なアイス。そう、勝手にフォロー。はい、そう、はい、80点。そう、いいですね、でもこれ腰もそうなるんですよね。そう、腰もそうなるし、そう、はい、90点。おい、そう、これでゴルフスイングの大まかはできてるってことです。そう、だから面白いのがやっぱり脳からの命令を変えるだけでゴルフスイングは導き出されるウームゴルフ君の。そう、だからまあもちろん細かいちょっと部分っていうのは今の話言ったらトンカチ叩くときにこうやって叩いてる人いたらちょっとトンカチをこう叩こうとしたときにこういう人いたらちょっと下手だね叩き方ってもなるじゃないですか。叩き方はこうが楽じゃないですか。そう、だから手首の実はヒンジっていうのはこれはプロたちは多分無意識に上手い人とか無意識に今度ゴルフクラブになると対象物が小さくなるんで不安になってくるんですけど、ま、合わせたくなる。そう、合わせたくなっちゃうんです。だから逆に言ったら対象物が大きいこいつでまずその動きを知ってからあとは普通のボールでもできてくるゾーンになってくるんでインパクトゾーンになってくるから点で合わせなくなってくる。この感覚のままボールで打つそう練習があるんです。練習があるから森さんに1回やってもらうといいかもしれない。そう、はい、ここ置いてじゃあでも、まあ、セットアップしてるじゃないですか、はい、これでパーンとじゃあ50点軽く叩いてください。打っちゃって打っちゃ、叩くつもり。あ、こっちを。あ、いや、ここでいいんで。そうそう、でもそうボールあるけど打っちゃっていいです、はい、50点。そう、いいっすよ。もうやっぱ固まってきちゃうね。そうそう、固まって少しやっぱ固まっちゃうね。はい、50点隠れてる。ボールになった瞬間そう、ボールです。ボールになった瞬間、はい、確かにボールしか見てない。全然ね、そうそうそう、動く、もうだから本当はこいつ見ててほしいんですよ。違いますね、ボールがあった瞬間これ体が回ってない感じがする。この差を埋める作業をずっとやってたんで、でこれを道具で操作するかさ、ここだけです。この手、見えない中の手のさっき言ったヒンジ動作がなくなると届かなくなるんです、うんうんうん、そう。だからこれ本当にトンカチみたいにコンコンコンって軽く叩く感じで、そうから軽く叩く。そう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 、いいっすよ。叩くぞ。そう、うん、すぐだよ、すぐすぐ。そう、どんどん手首使えばだいたい手首の運動量が減るっす、インチが。そう、いいっすよ、いいっす、全然いい、悪くないです、何も。ずっとこれやってました、最初。そう、こうじゃこればっかりやってる。はい、この叩く感じと球を打つ感じが合わないから、叩く、そう、一緒になってくるんです、だんだん。これっつって、そう、インパクトバックを叩く自分とボールを打つ自分を一緒にする作業。あ、だいぶ当たりが、そう、これを体で、あ、こっちかっていう脳からのチョイスをこっちに導き出すんですね、作業なんです、ね、そう、手首どんどん使って叩くだけ。そうそうそう、届き出した、いいっすよ。そう、一緒になってきました。一緒になってきたですね。叩く、これを黄色いの叩くんだけど、そう、めっちゃかっこよくなった。スイングかっこよくなりましたね、うん、そう、でさっきのじゃあ矢印だと思います、はい、これ、はい、これこう叩いて溶かすから、そう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 、一緒でしょ、矢印忘れました。そう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 、すごく、そう、低い位置がすごい分かりました。そう、矢印これだけでなりますよね、はい、森さんの指、こっちが危ないけどダメだ。そう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 、だからいかにゴルファーがなんだろう、どうでもいいことをめちゃくちゃやってるかってことなんですよ。そう、バックスイングってこうですよね、こうですよね、こっちですよね、トップの位置、ダウン、ここ、そう、勝手にそこになるよっていうところでやんないと、やっぱ強い選手に大人からするとなかなかならない。はい、もう一回矢印こう叩く、
そう、かっこいいかっこいい。まっすぐ行きました。結構でも手首も前回見た時から全然動くようになったんですね。そうだから これで分かり、このインパクトバックで分かることは、やっぱりトンカチ叩きと一緒なんで、いかにこういう動きをするかです。これ叩き方下手じゃねっていう話じゃないですか。こういう人いたら、そう、効率が悪いってことですね。運動効率が悪いんで、叩き方が普通に来るとポンポンポンみたいな。そうだからトンカチ叩きができる、このインパクトバック叩きができるってことはスイングができてるってことです。もうこれでバンバン、あとはこういう作業だけ。ミッドハイの道体感できました。できました。体感できました。本当にこれしかやってなかったんですよ私。そうだからゴールちゃんの映像でもじゃあ叩く、そっちからの映像かっこよくです、はい、叩く。そう、はい、50点溶かします。そうそうそう、早いでしょ。そう、勝手に、そう、勝手に行く。君にどかされると勝手に行くんです。そう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 、やっぱこれも結局脳から命令がシンプルになってるとですね。はい、軽く、そう、はい、80点そう、体は勝手に粘点する、勝手に、まあ、だからゴルフクラブにも動かされてる部分が大きいです。あの対象物が大きいんで結構より導き出しやすいです。そう、あの当たらないって心配がないんで。そう、あと硬くないから怖くないし、思いっきりこんな叩いていいんだって。そう、パーン、はい、100点100点ですか。100点マックス溶かしますからね。100点さあ、つって無理やつって100点。そうで、こういう練習やっぱすると振り感は出てくるし、スピードアップ。絶対足とか開かないんですよね。うん、不思議ですよ。そう、骨盤も勝手に動くんですよって、腰を切ろうとか しなくても勝手に動くよってことですね。うん、そう、布団とかでいいです。お布団です。お布団の方がまあ音が出ないから、うん、そう、家でお布団とか、大きなクッションとか、こういうのでもいいってことですね。そう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 です、まあ、気をつけてやんないと危ないですけど、うん、そう、本当にただの棒でもいいです、初めは、うん、ただこれを叩くっていう行為が、あ、ゴルフスイングとを導き出してくれるんだっていうことです、うん、結構シンプルだけどめちゃくちゃいい練習。ぜひ皆さん、ボールばっかり打たないでインパクトバックをたくさん打って、それとこうボールを打つ感覚をなんかイコールにできるようになるといいですよね。私も最初全然違うくて、インパクトバックはそういう風に叩けるのに、ボールになると極端にこの1億円が欲しい動きになっちゃう、なっちゃう、はぁーみたいになっちゃうから。でもその差が分かるだけですごいって、分かってくるってことがすごい大事で、ああ全然なんだろう、私本当はこんぐらい振れるのに、うん、ボール目の前にしたら全然違う動きしてるっていうのが、はい、気づくことがすごい大事です。分かってくると自分の中でだんだん自分の体と会話するようになってきます、うん、感覚と。はい、ぜひ皆さんもインパクトバック試してみてください、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、また見てねー。